In 2023, Victoria's Secret commissioned 20 artists from around the globe to reimagine its iconic runway show. This is one of their stories. ちっちゃい頃からなんか私なんか人間になるのがすごい遅くて、だってなんか周りが何なのか全然分かってなかったんですけど、でもやっぱ私が過ごした時間の一番長く時間を過ごしたところはやっぱインターネット、子どもの頃やっぱすごい9歳っていう年齢でインターネットに入ってそこで投稿して、大きいのがあってその年齢層が下から上まで、なんか小さい頃から知らない人とずっとコミュニケーション取ったりは、絵を描いてそれを投稿して、でそれでなんか結構そこが2チャンネル系列では2チャンネルのカルチャーからできた掲示板なので、子供の子ってすごく悪魔的なので、すごいシビアな空間で結構そこで鍛えられた気持ちがあります。違う競争的な社会なので、やっぱそれがかなり影響があったと思います。絵画の世界っていうのはものすごく競争が、作家としてやっていきたいと思ったらやっぱ自然とそれに身を投じなければ、やっぱ動物ってみんなやっぱ自分の遺伝子を広げていくじゃないですか。それを私はやっぱこうなんかデータ的な遺伝子で絵画を通してそれをやろうとしてるのかなっていうふうに思ってます。普通の人がダウンロードしながらも遊べるゲームアプリのゲームだとするじゃないですか。で、私は完全にダウンロードしないと遊べないゲームだったんですよ。大学3年生の時になんか天井を見ててある日突然分かって、その時多分ダウンロードし終えたんでしょうね。その次の日から特別なことだということで典型って名付けてます。別人みたいな、怖いよね。小さい頃はすごく女でいることが嫌で、ネット上ではあまり性別は言ってなかったので意図的に隠してました。それは男になりたいわけじゃないけど、いわゆるジェンダー的に社会が求める女には全然なる気もなりたいとも思わない。でも周りを見てた時にすごく生きにくいとは思います。
この社会に生きてきて一番思うのはやっぱ性的に消費できることが一番の女らしさっていうものじゃないか。じゃあそもそも恋愛はあんましてない、前の彼氏と今の彼氏だけしかしたことない。鳥は私のパートナーがもともと飼ってた鳥で、パートナーと2年ぐらいなんですけど、鳥はすごい面白いですね。でなんか互いの関係が白々しくなったりとかで仲良くなってまた白々しくなったり、結構人間っぽい関係性があります。私の作品の中で大事なことの一つとして、完璧じゃないこととか他人になんか揶揄されるようなところを積極的に受け入れて、それをちゃんと慈しもうっていうテーマがあるんですけど、そういうのを大事にすることで自分の本来の自分っていうのが返ってくるんじゃないかな。